どうも、執行部長のマイケルです。本日ですね、2019年3月2日ですね。今日は東京芸術大学デザイン科一次試験の合否の発表でしたね。僕これ受けるの8回目ですね。ちょっと素人時代にも1回受けてるので8回目なんですけど、まあそうですね、無事に一次試験を通過することができました。頑張ってくださいとか激励のコメントをね、いただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。無事通過できましたという報告ですね。まず、まあ、結構、まあ、自分の弱点としてクルーとしたらやっぱり形っていうか印象とか顔だったりするんで、もしそこミスってたら、まあ一次試験は通過してないんで、通過したらそこが問題なかったってことなんで、まあ、書きっぷりにはね結構よく書けたんじゃないかなとは思ってるんで、まあ、A 通過ってことにしておきましょう。はい。今年から初めて次大を受験し始めて、まあ、一次試験これで最後、まあ、最後っていうのが確定していたんで、まあ、無事にね、浪人美術を始めてから7回ですね、無事に1回も落ちることなく一次試験を通過できて本当に良かったと思います。でも受験デッサンをねこれ以降書くことはないんで、まあそうですね、自分のものの見方っていうのをね本当に育ててくれて、7年前は本当にただのバカでしたから、何でもない、何もできない人間だったんで、一つ観察力っていうものを本当に育ててもらいましたね。ありがとうございました。で、もう一つこの時期に、まあ、この発表の日にですね、まあ、受かる人もいれば、まあ、残念ながら一次試験で落ちてしまう人っていうのもいるんですね、やっぱり。で、僕は7回も受験してるんで、まあ、そういう人たくさん見てきて、で中でも印象深いのは、まあそうですね、まあ、4浪の時なんですけど、僕がその一緒に浪人してたライバルですね、ライバルであって本当に普段から仲がいい友達なんですけど、まあ、そいつが一番その僕の浪人時間を共に過ごしてる友達で、まあ、普通にデッサンとかもうまかったんですけど、まあ、4浪の時にそいつが一次で落ちてしまった時は、まあ、本当に書ける言葉も見つからず、本当にそうですね、なんて言ったらいいか分かんなかったですね、あの時は。はい。で、後から連絡が来て、いろいろね資料とか送ってくれて、まあ、お前は受かれみたいなことを言ってくれたんですよね、その友人は。まあ、なんでそこまでしてくれるのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、今でも本当にいい友達ですね。でもあの時は本当に悔しかったですね。うまいのに落ちる、そんなことも絶対に起きるのが、そんなこと普通に起きるのが芸大一次試験二次試験なんで、まあ、そうですね、まあ落ち込むなとか絶望するなとかは気軽に言えたりはしないんですけど、まあ、その絶望に立ち向かって今僕はここにいるんで、それでまあそうですね、まあ、僕はちょっと変わってるんで置いとくんですけど、その友人ですね、一次落ちた友人はその次の年しっかり受かってるんで、まあもちろんね何回も受かるまでやれって言いたいわけではなくて、まあ本当にそのね、で結果その四浪の時は一次試験受かるけど、僕はその資料とかいっぱいもらって支えてもらったにもかかわらず本番二次試験で落ちてしまうんで、しまって、まあ、本当にその時は なんでだろうみたいな、何やってんだろう俺はって、まあいろんな人に支えてもらったし応援してもらってるのに落ちちゃうって、本当になんかもう死にたいなみたいな本当に思って、四浪で落ちた時に、まあそんなことがあったりもしたんですけど、そうですね、今結局すごい楽しいんですよね、人生が。で、まあ、その数年後に思うことなんですけど、まあ、結局ね受験は受験なんで、受験ごときでそんな死にたいとか思う必要はないし、まあ、されど受験ごときといえど受験なんで、まあその人生を大きく左右する出来事でもあるので、まあ本当にまた挑戦するも皆さんの自由だし、ち
挑戦しないっていう逃げる道も肯定してあげてほしいんですね、自分のために。その試験に落ちたからって、その落ちたからといって今までの人生が全て無価値になるわけではないので、まあ、本当に悲しいのは分かるっていうか、悲しい気持ちってすごいよく分かるんで、なんて言ったらいいかな、まあ、人生はね長いんでね、経験はどんどん積み重なっていくんで、失敗も成功もその人の中にどんどん蓄積されていくと思うんで、でそれを生かすか殺すかっていうのは自分次第だと思うんで、まあ、できればねみんな前向きに経験は生かしてほしいと思います。とりあえず一次試験は皆さんお疲れ様でしたということで、で受かった人たちはですね、これから二次試験に共に挑んでいくライバルになるので、悔いのないようにお互いいい作品を作っていけたらと思います。まだまだ予想外の問題だったりハプニングは続くと思うんで、はい、ここからが本番なんで頑張りましょう。というわけで今回はこの辺でですね、ご視聴ありがとうございました。バイ。